鎌倉文学館鎌倉文学館は、神奈川県鎌倉市長谷にある鎌倉ゆかりの文学、特に鎌倉文史をテーマにした鎌倉市立の資料館である。3階建てであるが、3階は木造である非公開となっている。豊かな自然と歴史的遺産を持つ鎌倉は、明治以降、多くの文学者が居住、滞在し、創作活動を行ったことで知られている。 鎌倉にゆかりある文学者は、川端康成、夏目漱石、芥川龍之介、与謝野秋子ら300人以上に上る。常設展では、鎌倉ゆかりの作家の直筆原稿、手紙、愛用品等を展示し、四部構成で紹介している。1890年頃に、公爵、前田俊嗣の鎌倉別邸として建てられたが、1910年に火事により失われた。 現在の建物は、公爵、前田俊成が1936年に洋風に全面改築した建築物である。渡辺栄治が設計し、竹中公務店が施行している。戦後の一時期、デンマーク公使や内閣総理大臣、佐藤栄作の別荘として使用されたが、1983年に前田俊成だから鎌倉市に寄贈され、外観をそのままに内部の補修。 収蔵庫の新築を行い、1985年10月31日に開館した。2000年4月28日、国の登録有形文化財となった。建物正面にバラ園があり、毎年5月から6月にかけて、バラ祭りが開催される。神奈川県鎌倉市長瀬一丁目5番3号、駐車場は、那市鎌倉市文学館条例へ、ご挨拶。 鎌倉文学館、2015年8月19日閲覧。鎌倉文学館の指定管理者の指定について、鎌倉文学館収蔵コレクション、財団法人鎌倉市、芸術文化振興財団鎌倉文学館、2002年3月31日、72ページ。当館の歴史。鎌倉文学館、2015年8月19日閲覧。鎌倉文学館本館。 国指定文化財等データベース。2015年8月19日閲覧。ありがとうございます。